ご視聴ありがとうございます。ちひろでございます。今日もね、シムズ4、ザ・シムズ4、続きの方をやっていきましょう。おっと、実績が始まったばかり、手に入れました。5時間プレイする。なるほど。というわけで、今日もね、まあ、やっていきましょう。何が起こるかわからないけれども。でね、ちょっとね、なんだろうな、家を、作り変えたというか、作り直したと。いうところなんでございますよ。ちょっとその説明というか、ちょっとやっていきましょうか。ちょっと建築モードに変えて。まあこんな感じでございます。まあよくあるというか、そんなにね、大きくない。まあありそうな、アメリカの戸建てと。いう感じでございます。外見もこんな感じです。まあ寝てますね、今。ここからちょっと見えますね。で、やっぱりアメリカといえばこうヤシの木と、私のイメージですけれども。ねえ、これやっぱり一見に一本 っていうのかどうかわかんないけども。さて、ちょっとじゃあ見てみましょうか。ここ2階。2階を作りましたよと。まず2階は何もね、なんだろうな、今後。まあね、うちのウィリアムズ兄弟の、まあ何か成長とともに、何か必要があったらね、ここを使っていくという感じですね。まあ、今ね、今でこそね、レベッカとジェイコブは、まあ、寄り添って寝てますけれども。まあ、ジェイコブがね、ちょっと思春期になってきたりとかしたらね、まあ、部屋を分けてやる必要があるから、まあ、2階にね、まあ、どっちかを、まあ、多分ジェイコブでしょうね、まあ、2階に住まわすと。まあ、自分の部屋をまあ作ってやるというところでしょうかね。そんなとこかな。さて、壁だけはあと、あ、ちょうどジェイコブ起きてトイレしてるとこだったんだ。なるほど。というわけで、じゃあ今日一日やっていきましょうかね。生活も。ジェイコブはなんか、不快になってるけど、どうしたんだ？どうした？ちょっと待って。衛生面と空腹。ちょっと待って、あれだな。学校に行く前にお風呂を入れないと、くっさくさで行かせることになるから。お風呂に入ろう。お姉ちゃんはまだ寝ているね。お姉ちゃんがね、ちょっと昇給したというか、仕事がね、あ、これジェイコブのだ。こちら、CM ソングジャマーという仕事に、まあ、就職したというのかな。まあ、CM ソングの、ね、なんだろう。まあ、音楽を、まあ、受けようというか、まあ、演奏家ですかね。奏者ですね。1日1時間で67、これ、なんて読むんだろう、シムドル。まあ、67ドルとしとこうか。まあ、お金入ると。あ、ジェイコブがもう学校行くって。まだ行かないね。8時ぐらいでしょ、確か。ちょっと待って。8時だね。8時までちょっと風呂入ってもらおう。で、まあこんな感じで、まあ、なんだろう。仕事頑張ってたら、ちょっと昇給したと。まあ、第2段階なんですね、これね。ちょっと待って、お前。風呂壊したな、お前。ちょっと。まあまあ、今もう学校行け。その前にあれだな、空腹を満たそう。お腹空いてるだろうから食べなさい。残り物取る。そっちじゃないんだろう。お姉ちゃんに食べてもらえば、こっち。お姉ちゃんどこ行くの？ちょっとテレビ見たい。お姉ちゃんこれ食べて。ジェイコブ出しちゃったから、アップルソース食べる。ジェイコブはそれ食べたら学校だな。
感じだよ。That's so stupid. Stephen Moobis, huh? Moom, we're more like Romp. もう学校行くよ。お姉ちゃん、僕も学校行くんだ。ご飯食べてる間だからできないか、これ。ジェイコブの成績がね、あの B に、うん、評価 B に上がりました。宿題毎日やらせてると、やっぱり、ちょっといいみたいだね。うん、あれ、ジェイコブ、学校、もう遅刻じゃない、お前。遅刻だろ、お前。ちょっと、のんびり食べてる場合じゃねえんだよ、お前。ちょっと、それ置いて食べに、それも置いても学校行きなさいよ。ジェイコブ。うん。お姉ちゃんが片しとくから、それもう学校行きなさい。なんで一回座ったの。学校行くね、うん、行ってらっしゃい。食べさしだな。まあいいか。お姉ちゃんは自信がある、うん、お姉ちゃん最近ちょっと仕事がうまくいってるからね。誰かに大体の口説き文句を言う。シムをクリックして恋愛カテゴリーから大体の口説き文句を選んでください。このソーシャルは自信があるときに実行できます。こちらは誰かにキスする。シムにクリックして恋愛カテゴリーからキスをする選択してください。これはおもちゃを買う。家族志向のため。新しいおもちゃはおもちゃ箱をクリックしておもちゃ購入を選択することで購入できます。おもちゃは建設モードの、子供部屋相当内からも購入できます。なるほど。おもちゃね。ジーコバでもおもちゃで遊ぶっていうよりも、パソコンでゲームやる人だからな。そんなことより、ちょっとレベッカ、これを修理してくれ。水道代が出、ね、これ結構かさむらしいんだ、これ、ほっとくと。頑張って。だいたい家で何かね、こう、ま、便所とかね、まあ、水道関係よ。うん、だいたい壊れたら、もうレベッカがもう自分で直すから。うん、直せるんだよね、変な話ねんけど。器用なんだろうね、きっとね。うん、頑張ってるな。あ、清さんのレベルが3に上がった。いいね。もうどんどん家のね、なんかぶっ壊れたもんはもうレベッカが修理する。海外もゴミはゴミって言うんだね。ゴミって言ったでしょ、今。あれ？お風呂入ってる。お風呂入る。なんかあれだなんだな。最近、レベッカの習慣なのか知らんけど、水を一杯飲んで、飲みながらお風呂に入るのが好きみたい。で、大丈夫なの？そんなに水いっぱい飲んだらおしっこしたくなるんじゃないの？しなさいしなさい。お漏らししちゃうよ。不愉快な環境。ほとんどのシムは不潔な。消えた。早く早くしないとお漏らししちゃうよ。うん、大丈夫 OK。一回あるんですよ。一回ジョギング してるときにしたくなっちゃったみたいで、うん、家に帰るまで我慢できずに途中でしちゃったんですよね。でね、このゲームね、運動させないと太る、うん、なんでね、これちょっとジョギングに行かせたい。まずは毎朝毎朝一回ジョギングに行かせてます。あのジョギングせずにね、まあ普通の生活をね、ずっと送らせたらね、ブクブク太るんです。すごいなんかもうグラマラスな感じになっちゃって、ちょっとやっぱりね、レベッカはもう出るとこ出てるけども、すごい格好で行くな今日。やっぱりね、あの引っ込んでるとこも引っ込んでてほしいんですよ。アメリカのママ、黒人のママみたいになっちゃったから一回それはちょっとなぁと思ったんで、うん、ちょっとね、これ毎朝走らせている、うん、最近は。なんかここで出会いとかあってもいいんだけど、ジョギング中多分止まらないんだよね、うん、ジョギング終えてからみたいな感じになると思う。あ、誰かいるよ。なんかこういうところにあるんだ、これ、こういうの
ホール。なんだろうね。ちょっとなんかあれだな、そのうちこのね、街をこう散策するみたいなこともした方がいいね、きっとね。まだね、家でやることいっぱいあってね、全然表に出てないわけ。うん、なんかね、表に出かけるみたいなこともできるでしょ、確か。なんか似たような感じの人いたよ。これあのジョギングしてるとやっぱ汗かいて匂い出ちゃうのか知らないけどさ、こう衛生面がどんどん落ちてくんのよ。あんまりでもね、これ走らせすぎると今度はあの逆に筋肉ついちゃってムキムキになっちゃうみたいなことになると思うんで、まあ、ほどほどに運動させないとダメなんだよね、これね。うん、よし、じゃあシャワー浴びよう。シャワーでいいのかな。熱々のシャワーを浴びる。今日はレベッカは仕事の日ですね。仕事でも2時からだな。あんまりのんびりしてられないね、これね。2時から8時まで。これあれだね、あの日によって時間も違うんだね、今の仕事。前まではね、あの結構決まった時間、17時から23時まで、うん、っていう感じだったんだけど、この仕事についてからこう仕事の時間がね、まちまち、うん、6時間分働く感じだね。380ドルぐらい稼いで帰ってくるのかな今日。衛生面以外はそんなに大したことないね。ちょっとなんか腹ごしらえして、ね、仕事に備える。なんか歌いながら気持ちよさそうにシャワー浴びてる。これ出てきたらモップ掛けしてもらおう。ガーリンポポーザー。このモザイク邪魔だな。バンウォーサー。レベッカの仕事は約1時間後に始まりますと。モザイクなかったらどんな状況なんだろうね。ついてるもんがついてるもんが逆にないでほしいな、うん、このシムズという世界にあった。軽食を取る。シリアル。アメリカといえばシリアル。勝手にアメリカとしてるけど、アメリカかどうかも分かんないからね。座って食べなよ。そうそう。あ、汚ねえなシンク。これ帰ってきたら綺麗にしてもらおうかな。シリアルの匂いある？シリアルの匂いはそんなしないと思うんだけどな。誰かとウフフなことをする。シモ選択して恋愛カテゴリーからウフフなことをするを選択してください。ウフフなことをすれば、うふふなことをするにはロマンチックな関係を築く必要がある。なるほど。レベッカ仕事行っちゃった、うん、あ、なんかあ、ジェイコブの食べさしほっといたら腐っちゃった。これ冷蔵庫に入れないとね、あのすぐ悪くなっちゃうんだよね、うん、冷蔵庫に入れればね、あの日持ちするんですよ。イラク、あれ開かない。
これな、あと3日。サンドイッチは傷まないんだ。へえ。なるほど。ジェイコブ帰ってきた。ちょうどお姉ちゃんと入れ違いぐらいで帰ってきた。ちょっとジェイコブ帰ってきたらすぐゲームかよ。ちょっと、こっちに座れ。宿題やってもらう。宿題終わったらここで片付けたぞ。食べちゃダメね。まあちょっと宿題やっててもらおうか。でね、今ね、私実はですよ、ちょっと一回ね、メインメニューに戻ります。保存して終了する。実はもう一世帯今作ったんです。なんでそんなことしたかというと、これね、これね、隣にね、引っ越させたの。これね、ボールドウィン。これ今何も立ってないけども、ここにね、レベッカのウィリアムズ家の、今家建ってるんですわ。で、その隣にご覧の通りね、男の若者ね、エドワード・ボールドウィンね、そして妹ちゃんの、エミリー・ボールドウィンね。なんかこう、ないかな、こう、プロフィールみたいなのに。この2人を、レベッカたちの、ね、ウィリアムズ家の隣に住まわせて、ちょっと仲良くなってもらえたらいいなと思って、もう一世帯作ってみたんです。エミリー。オタク、いい友達。これは信頼と素晴らしい。これはあれか。エドワードとの関係性だね。ちょっとなんか、どうやって、あ、そうか。エドを鏡の前に立たせて、シムを変更する。ここで見せれるはず。まあ、レベッカと、ね、ウィリアムズと全く逆のタイプの家族を、作ってみたよと。エドワード、ご覧の通り、私、多分レッド・デッド・リデンプションの動画とか見てくださってる人は分かると思うんだけども、レベッカ・マチルダ・エドワードという3キャラでやってるもんですから、いずれマチルダもね、このシムの世界に 連れてこようかなとは思ってるんだけども、ちょっと、偽ってね、作ってはあります。で、そしてね、このエドワードの、エドワード一人でもよかったんだけど、なんかちょっとやっぱりね、ジェイコブとね、よく仲良く遊んでくれる子がいいかなと思って、ちょっと妹ちゃんも作ってみたいと。エミリーちゃん、エドの毛、なんだろう、DNA から作ってる子なんで、結構似てるんですよね、顔立ちというか、パーツが。同じパーツを多分使っているんだろうね。エミリーちゃんですよ。エミリーちゃんの服もちゃんと用意してあります。フォーマル。運動着。可愛らしいね。これはパジャマか。パーティー。ああ、いいね。いるよね。水着。なんかスクール水着みたいなね。小学校、小学生の。これ暑い時の服。寒い時の服、こんな感じ。
いいでしょう。エドもちゃんと見てみましょう。エドのフォーマル。これね。フォーマル2タイプなかったっけ ?2 タイプあるね。こちら。普段着は、普段着は3つぐらいある。いいですね。スポーツいいでしょう。あんまりそのしっかりスポーツしてる人じゃない。なんか文化系の人で一応作ってるんで、うん、まあ運動するときあんまりそのなんだろう、きっちりしてないというか、運動着にパジャマ似た感じですね。まあこんな感じですね、うん、パーティーパーティーはあんまいじってないのかな、俺。水着。暑いとか。そして寒いとか。いいですね。うん。まあ、こんな感じでございます。まあ、こういう家族を、ちょっとウィリアムズ家の隣に、ちょっと住まわせてみているというところなんです。というわけで、じゃあ戻りましょう。簡単にね、行き来できるからいいね。ね、ご覧の通り、ボールドウィン、ウィリアムズ。というわけなんで、まあね、ちょっと仕事終わって、まあ仕事終わったら8時か。やっぱ休日じゃないと、ちょっとレベッカはエドワードのとこ遊びに行けないな。うん、ジェイコブ行くか。ちょっとね、ちょっと待って、今ジェイコブの状態、腹減ってるか、ちょっと軽くご飯食べてから、これは片付けよう。残りもんちょっと取って、まあまあ宿題やってんのか今。あっ、エドが来るって言ってるな。いいよ。遊びに来てよ、エドワード。お姉ちゃんが仕事行って、つまらないんだ。そのうち多分エド、あ、来た来た来た、エド来た。今日の宿題終わらせたって。招待しよう。それはもう後でいいよ。ごめんね、エド。なんか、ちょっと、くっさくさの食べ物持ってるけど。いらっしゃい。あれ、エド帰っちゃうぞ。うん、あ、招待をまだしてないのか。うん、エド、どうぞ。待ってたんだ。よし、エドと話そう。ゾウについてチョーク。ゾウについてチョーク。ゾウについてチョーク言ってみろ。どういう感じ？それがゾウについてのチョークか？ヌンシオカ。ブルーナケイビッジプトゥール。レンドリン。スノーベイ。学校について話そう。トゥニニスカ。バークテーグ。ゼンボイ、シューナップレイ。どうやったら学校でモテるんだい？教えてくれよ。エドモテるんだろう。俺か？俺はあんまりモテねえんだよな、実は。変態さがにじみ出ちまってよ。顔はイケてるんだけど、もうどうしても女の子が寄ってこないんだ。どこ、どうしたどうした。え？ちょっと。冷蔵庫が壊れるってことあんの？で、エドは何してんの？自分一人で。タイピングのコツを聞こう。ご飯食べてからでいい。ご飯食べながらの。エドに直してもらったら？
ドアカペヨルバーネポクゼなんかないのかな、あーキンザーフルーダベッドの下のモンスターにスプレーをかけてと頼む、ジョンガーゴミゴポンガーブリッシュ、エドがなんか悲しい気持ちになってるのかしら、やってくれるわけじゃないんだななるほど、もう一回頼んでみるかお願いだよエド、ベッドの下のジーにスプレーかけてよ、嫌なんだエド、エドゴキブリが苦手みたいだな、分かったやるよコラウィボー、仕方ねえな、ジェイコブの社交スキルがレベル6になった。で、暴行がもう限界なんだ、エド。おしっこさせてくれよ。その前にお前これ食べろ。アップルソース。食べないの？食べなさいよ。お腹空いてるじゃない、まだ。エドは何してんだろう、ずっと鏡見て。なんかないかな、変わったアクションか。飽きたよ。入れ違いだな。エド、ごめん、これ片付けてくれよ。ダメか。ジェイコブに。なんかジェイコブの選択肢あんまりねえな。悲しんでるから励ますみたいなことをやれないのかな。とりあえず話し相手になってやってくれ。水たまりだ。これだぞ。Lakuma Fej. Yimple Sway. Lumba Yolo. Free Papa Lo. なんかエドが不快になっちゃったぞ。Lero Fuba. 水たまりが多いからこの家。Bibsa, Bibsa, Hanoi, Hanoi, Grisha, Dupa. それともあれかな、エドはお姉ちゃんに会いに来たんだけど、お姉ちゃんに会う口実のためにジェイコブに会いに来たんだけども。お姉ちゃん仕事でいないから悲しいのかな。なんか4、あ、お金入ったぞ。あ、帰ってきたんじゃないのお姉ちゃん。帰ってきたよ。よかったな、エド。話そうか。ファーストキス。いきなり呼び寄せる。来てたのね、エド。レベカ隣に座ってやんなよ。ここここ。一緒にテレビ見ろ。恋愛番組見たらちょっとムード出んじゃないの。疲れてるって仕事。ベンファヘブ、ヴーラシャカ、アビミ、フラリブエスノイ、ブレインエムダブマ、恋愛。ファパサエスノイ、シュロファ、バフシデートに誘うってあるね。いろいろあるな。いきなりでも思い切ったことをするとダメだよね。データに誘ってみたらどうか。セネカセネケ。どう？チョババエクセノイ。フロシタ。イエスラクエス。あら。同行中ウィリアムズとその友達。あ、どっかこれでデート行けるってことね。ブリッジビュー、このファミリー向けのご近所は目を見張る高層都市を背景に。素敵なピクニックエリアを備えています。リッチレーンドライブ。このニューク
クレスト郊外の家が立ち並ぶ賑やかな、一角にはたくさんのハイキング用の小道があります、うん、ラマラ郡湖畔の散歩道や公共の遊び場を備えたこのエリアは様々な人々が程よく入り混じっています。他にはこのエリアだけなのかな。このエリアのこの3つだけだね。まあちょっと近場の公園とかね、どうでしょうか。ん？ワールドセンターからこれいろんなとこに行けんの。あ、こういうこと？こういうデートがあるってこと？ブルーベルベットナイトクラブ行ったら行けるの？いきなりデート始まった。あ、なんかデートの約束ってなんかいついつ行きましょうみたいなことじゃないんだね。今からどうなの？今から二人でどうなのデートに？シャイブスということだね。デート相手交流する。アドバイスどうしたらいい？まずどうしたらいいの？悲しい。え？一緒にここに移動する。ちょっとまたエドについていこう。ダグダグ。ここに座る。ちょっと！ちょっとちょっと。おい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 。そりゃそうだ、問題を訴えろレベッカ。関係ねえ女が入ってきちゃった相手に。ちょっとエド、私とデートに来たんじゃないの？そりゃそうですよ、うん、そりゃそうそう、変わってもらってよ、そりゃそうだよ。よかった、変わってくれて。料理について話す。飲み物注文しようか。グループ分の飲み物注文しよう。ジュースオンザロック、スイートスパイシー、水、あ、水ただ、レンチドリンク、タング&ジング、リッチボード、ディム&ガスティ、ソルティーラーマ、シースプラッシュ、サワーパンチ、サイレントフィルム。いいね、高えな。あんまりお金持ってないからスイートスパイシーにする。これお酒なのかな、スイートスパイシーにしようか。とりあえずバーテン、スイートスパイシー2つちょうだい。ちょっと何この女、ちょっとエド、お前お前集中しろよレベッカに。俺ちょっとそいつと喋んな、問題歌えよ。全然相手しねえじゃんこいつ、隣の女に。こんな女だよ。え、なんだ、かわいいじゃねえか、なかなか。くそ。おっぱいもきしさ。ちょっとやめてよ。ちょっとレベッカ頑張れ。頑張れレベッカ、ちょっと。負けるな負けるな。くどけくどけ。手をつなぐ、手をつないだ。もう直接的に。手つないで、そうそう。いいね、いいね、いいね。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。そうそうそう。惹かれていることも打ち上げちゃう。好きなの。本当はあなたのこと好きなの。どう？ちょっと待って、レベッカを。大丈夫？ちょっと待って、あのトイレないかな、ここトイレないんかな。
トイレに行きたいな、これは。なんかないんかな。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って。トイレ、ちょっとお漏らしするのだけはちょっと本当にどうあってもないぞ。なんかないのかい、あれよ。あれが、公衆便所が、この辺りに。ないのか？ないな。トイレぐらい用意しとけよ、お前。こんな飲み屋なんだからよ。2階は？あ、2階にある！ちょっと、レベッカ。ちょっと待って、男子トイレか女子トイレかみたいな表示ないこれ。あ、両方 OK だ。どっちでもいいや、みたいな。使おう。急げ、急げ。レベッカもやばいんじゃねえの。急げ、急げ。うん、ちょっとエド待ってて。ほらもう歩き方がもうおしっこ我慢してる歩き方だもん。間に合うんか。ちょっとちょっとちょっと、ダメダメダメだよ。あー、やぶねー。早く早くし、早くしなさい、早くしなさい。レベッカ早くしろ。使え使え、使うんだ。お漏らしするともうくっさくさになっちゃうから、そう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 、危ない。あっ、お前何でもいいのか、お前何でもいいんか、お前男でも女でも。ああ、ああ、最終的には今日キスするぞ。病院に誘えば。ちょっとムーディーなところに連れ出せないんかな。エド。エド。ちょっと噴水のところまで行かない。ここでおしゃべりを一緒にここに移動する、うん、いけそうだなこれ、うん、ここにここに一緒に座っちゃいなよ。一緒に座れ、そう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 、いいよいいよ、いいぞ、うん、そうで、寄り添っちゃって、寄り添っちゃって、若い二人なの、寄り添っちゃって。But here at Turinge, for Nobe。そんな話じゃいいんだよ、エロいことか言え。うん、あー、いいよいいよいいよ。あ？あ？あー、いいじゃない、ほっぺたにチューして。ムーディーになってきたんじゃないの？くどきもんか。あ、ちょっと離れないで離れないで。ナルファガーシャ。ふわ。トープス。え、何？ベッドに誘ってんだそれ。あ、違うわ。もう眠いんだ。体力が限界だから。ちょっとやることやろうもん。ワシノイロンカス。プヌレーブ。行くぞ行くぞ。あ、ちょっと待って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 、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 待って。おおおお、これ目をつぶるみたいになかったさっき。あ、ちょっとレベカ。ダメだよ。ダメだよ。あー、ちょっと今日はダメか。いやー、体力の限界来ちゃった。仕事で疲れてたんだもん。ごめんな、ヘイド。いやー、そっか。そう簡単にはいかねえか、そうか。ちょっとお前、連れて帰れよ。お前、ここに寝かして行く気かよ。行くんだな。あいつ、意外と軽薄だな。あ、違うな。トイレに行くのかな。ちょっとエド追っかけてみようか。
やんちゃするかもしんないからな、もしかしたら。ほっといたら。あ、トイレだ。ここからって時にもう限界来ちゃった。あー、そうか。あれ、バーテンさん変わったな。シフト交代の時間だ。グエド戻ってくんのかな、ここに。レベッカもうガツくっすりね。デート相手に話を聞かせる。デート相手にキスする。残りがもうないや。もうダメだ。はあ、終わりました。デート完了。ブロンズメダル。そりゃそうよ、寝ちゃうんだもの。よくブロンズメダルもらえたな。成功したとはとても言えませんが、一応デートの形は取っていました。シムの生態の所持品から手に入れた残念書を確認してください。本です。今エドが表に出てたの見えたな。もう帰っちゃったか。うん、もう帰っちゃったな。そりゃあね、すげえムーディーなとこでいきなりバタって寝るんだもの。そりゃそうよ。ルベカ起きて。ダメだ、もう起きれねえ。あー、よしよしよし。どうしたの？帰ったよ、エドは。もう帰ろう、もう帰って寝よう。もう明日も仕事なんだ。もう3時だな。走って帰んのかい。どこ行った？あ、帰ってる帰ってる。タクシー捕まえて帰るのかな。どういう感じで帰るんだろう。そんな走って帰るのかい。いやー、ちょっと残念だな。ちょっとおい。いや、そりゃそうだよ。お姉ちゃんが心配で寝られんよ、そりゃ。ちょっとジェイコブ、お前大丈夫なのかよ。ダメだろ、ほら寝ろ。腹減ってんのこいつ。いや、遅刻するぞお前明日。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、修理サービスをもう頼んじゃおう。大丈夫、そんなセクシーな格好で修理屋さん頼んで。冷蔵庫壊れちゃったの直して。金曜日の4時55分にお伺いしますって。朝なの今。金曜日か。そうだね、すぐ来るな、これ。あれ、来ねえけど。来ねえけど。あれ、ちょっと待って。あっ、いや、今日はちょっとダメだ、ごめん。おいおい、遅刻だよ。起こせ起こせ。レベッカ起こしなさいよ、ジェイコブを。遅刻だよお前、もう昼になっちまう。あ、ジェイコブ、ジェイコブ、待て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 。お前トイレじゃないかこれ。先にトイレ行け。学校はいい。ちょっとちょっとちょっと、そのまま行くなお前。おしっこ我慢したまま行くな。学校に遅れますじゃねえんだよ。今日休んだらどうなの。休めないのかこれ。